はいさーい。いや、沖縄はね、梅雨が明けて、だんだん暑い日も増えてまいりました。はい、ということでね、本日は皆さんにおすすめの動画編集アプリっていうのを紹介したいと思います。ビデオリープっていうものなんですけれども、このビデオリープね、実は少し前に夫婦チャンネルの方で紹介をしているんですよね。で、ただその後もね、気に入って結構使ってるので、今日はサンスタの方でも紹介したいなと思っております。ビデオリープの凄さをね、わかりやすく一言で伝えるなら、まあ、すごい多機能っていうところなんですよね。ちょっと一昔前のこのスマホでの編集アプリとかだと、まあ、文字選んでね、フィルターをポンって載せて終わりっていう感じだったんですけれども、スマホでここまでできるのかって驚くぐらいのクオリティの映像が作ることができるんですね。しかも、無料で使える機能も多いときてます。まあ、言葉で話してもあまり伝わらないと思いますから、まず一度僕がね、このビデオリープを使って、iPhone で撮影した映像を見ていただきたいと思います。どうぞ。はい、見ていただいてどうでしたか？すごいでしょ？これね、編集に数十分しか使ってなくて、それでもこんなにおしゃれでクオリティの高いものが作ることできるんですよね。だって撮影から編集まで全部これスマホで完結させてるわけですからね。まあ、おしゃれに素敵に思い出残したいけど、ちょっとカメラとか編集とか難しそうだなって思ってる方なんかにもすごいおすすめできるかと思います。次はね、嫁のちゃんまりが撮った映像を流したいと思います。まあ、女の子がこのビデオリープで編集したらこういう風になるよっていう風な参考として見ていただければと思います。はい、いかがでしたかね。これもね、確かちゃんまりが3時間ぐらいで編集した動画だったかなと思うんですよね。で、実際に使ってみてどうだったって聞いたら、めちゃくちゃ使いやすかったっていうことでした。まあ、やっぱり機能がね、多機能だけど分かりやすいっていうのが一番いい点だったみたいですね。では、次はこの動画を作るにあたって、どういった機能を使ったのかっていうのを事細かに紹介していきたいと思います。サンスタ。まず最初に紹介する機能はミキサーという機能です。今画面を見ていただくとちゃんまりが二重になっていて多重録音のような状態ですよね。これがミキサー機能で得た効果です。画面左下を見てください。点滅しているボタンがミキサーです。こちらを選択するとデータフォルダーが立ち上がりますので、ここから多重録音に使う素材を選びます。素材の大きさはピンチインピンチアウトで簡単に変えることができます。そのまま映像を重ねただけだとこんな風に多重録音にはならないんですね。左下を見てください。不透明度というものが点滅してますよね。こちらを選択するとこのようにスライダーバーが出てきます。これをこうやって指で調整することによって上から重ねた映像の不透明度を調整することができるんですね。でもこれだけではいけなくて、パーンと映像がこんな風に出てくると気持ちが悪いので、ちょっとねこの辺り緩やかに重ねていきたいと思います。
まずこちらのアニメーションを選択します。するとイン、全体、アウトの表示が出てきますので、今回はインを選びます。するとこのようにいくつかの項目が出てくるので、今回はフェードインを選択します。フェードインの強弱をスライダーバーで調整。するとこのように多重露光が出来上がりました。簡単ですね、本当に。続いての機能紹介はこちらのエフェクトという項目です。まず映像を見ていただきましょう。こちらのシーンでちゃんまりの斜め後ろから太陽の日が差し込んでますよね。実はこれね、偽物の太陽なんです。この位置に太陽はなくて、ビデオリープの機能を使って付け足したんですね。ちょっとこの太陽削除してみますね。はい、こんな感じです。どうでしょうか、この位置に太陽なんてね、ないんですよ。やり方は簡単。こちらのエフェクトという項目を選択すると、このようにたくさん項目が出てくるので、レンズフレアというものを選択します。それだけです。あとは位置を決めるだけです。こちらの焦点ボケっていう機能も面白くて、 iPhone とかで撮影すると基本的に背景ってボケないんですけど、このように円の外側をね、綺麗にぼかすことができるんですよ。この機能を使えば擬似的に一眼レフで撮影したかのような映像になります。続いてはトランジション。トランジションとは、映像と映像がこんな風に切り替わる時に入るエフェクトのことを言うんですね。もう一度見てみましょう。シュン。これはズームというトランジションなんですけれども、トランジション自体ね、このビデオリープすんごいたくさんあって、見てください、これ画面下こんなにいっぱいあるんですよ。選びたい放題ですね。それから撮った映像をおしゃれな質感にするフィルターもたくさん入ってるんですね。こんな感じです。下見てください、こんなにいっぱいありますね。ちょっとどれか一つ選択してみましょう。こんな感じですね。はい、いろんなものがありますので、もう自分の好みのものを選んで選択していくっていうことになります。はい、ということでいかがでしたかね。やっぱりね、いろんな有名な YouTuber さんも使ってるっていう、紹介してるっていうだけのことはあって、素晴らしい機能性だと思います。で、細かい挙動の悪さなんかっていうのも以前は見受けられたんですけれども、まあやっぱりアップデートのたびに改善されていてですね、どんどん使いやすくなってるなっていう印象です。そういった点も踏まえて、まあ、サンスタの方で紹介しても、このガジェットとかカメラとか好きな人にもね、満足していただけるんじゃないかなと思って、今回紹介してみました。で、こちらのビデオリープを使って編集した動画、インスタグラムの方にですね、ハッシュタグでサンスタと、それから、ビデオリープっていう風につけていただければ、僕が見に行ってね、いいなと思う作品にはファボとかコメントとかするので、ぜひ皆さんもこのビデオリープで映像を作って投稿してみてください。それではまたお会いしましょう。 See you!